どうもこんにちは、すぐいです。今回はですね、カラフェスが来てるということで、まあカラフェスね、2倍でアップしてるんですけど、今回、俺の一番の推しであるエナナンの方はですね、今回来てないということで、いや、いる!はい、ということで今回は、なんとですね、エナナンが限定として来てるんです、皆さん。しかも見てこれ、ツインテールなの。いや、これ限定のツインテールなんですよ。二つの尻尾ですよ。いや、これちょっとね、やばいなと思ってて。俺ね、ロウワーのイベントのさ、エナナ俺ゲットしてないから、それのために貯めてたんですけど、なんと限定来ちゃったんだけど。これ限定来ちゃったんだけど。でですね、皆さんに言いたいことありまして、今回のエナナ、コメント欄で、アンちゃんに似てるというようなコメントが多数寄せられると思います。俺は全然気にしないんですけど、エナナ推しの一部の人がもしかしたら不快な思いになっちゃうかもしれないんで、コメントを打つとき気をつけてください。ということで、あ、こっちじゃないこっちじゃないということで、今回エナナ引いていくよ。いや、これもう始まんの。俺ね、ガチャ動画でいや、お前早くガチャ引きよみたいな言われるかもしんないんだけど、俺もゆっくり引かして、マジでエナナンとのこのタイムを楽しみたい。お願いします。俺エナナン来なかったマジ終わるんだけど、俺人生終わる。とりあえず俺エナナン今回で来なかったら一旦家に出て、家に出るってどういうこと。今家なんだけど。さあ引いていきましょうか。今回2倍ということ。あ、ちょっと待って、まだ待って、じれったいかもしれないけど、ちょっと確率だけ見せてほしいんだけど。で、前のイラストはもう見ない。あ、 6% で、本体自体の確率ってのが多分 0.4% の変わってないんですよね。 0.4% だよね。だからエナナンが出る確率ってのはいつものガチャとまた変わりがないんですけど、単純に星4のガチャ率が上がってるって感じですね。まあ引いていきましょうか。いつものエナナンガチャだと思って引きましょう。いやー、マジでお願いします。久々ガチャ一発目でいいよ。エナナン、あれ いいよ、流れ来てる。スーパーパンチ何スーパーパンチって。お願いします。ミクちゃん、今回のミクちゃんも完璧。4つ、2つ、待って、虹色が2つある、2つ。あー、エナなんじゃない。真冬ちゃん来た、やったここで喜んだエナなん来ないか。まあ一発目はさすがに来ないと思う、みのりちゃんね。はい、出たらやめます。出るまで引きます。出たらやめます。いきます。何も、え、あ、違うわこれは。あ、しほちゃんね。え、今回のしほちゃんじゃない。ちょっと待って、喉がえ、今回のしほちゃんだよな、これ。めっちゃ神イラストの、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ありがとう、しほちゃん来た。でもエナナ、エナナ、M ちゃんの髪型とさ、エナナの髪型似てるよね、マジで。お願いします。お願い。せーの、はい。え、来る？エナナ、俺。え、待って。あ、違う。前のイベントですね、これは。めちゃめちゃボーダーが高かった。いやー、これは嫌だよ、カッソラ。いやー、スキップします。いやー、マジか。今回のイラストだよ、これ、おそらく。ちょっと、一旦見ていい?え、しほちゃん、ちょっと待って、しほちゃん。あ、これ、今回のイラストのこれ、かっけえ、マジで。酔いどれ知らずって感じだね。引いていきましょうか。お願い。いや、なんかもうさ、これ神引きしたから来ない気がするんだけど、お願い。もう絶対来ないじゃん、これ。もうこんな出たら、ほら、もう、嫌な予感しかしない、もう。引きますよ。あー、お願い、みくちゃんの色が、みくちゃんの髪型がさ、エナなんだったら、めっちゃ確定なのにね。来ないよね。あー、スキップします。はい、ありがとうございます。真冬ちゃん二人来てるのちょっと面白いな。じゃあ引いていきましょうか。もう絶対来ないじゃん、これ。一旦ホーム戻りたいんだけど、俺。いきますよ、せーの、はい、お願いします。お願い。待って、心臓がバクバクです。バクバク、こんにちは、さくやです。いや、今回ね、あれなんですよね、ヒルナンデスなんですよ。お願いします。ちょっと待って、息切れしてきた。もう30連目なのにこんな息切れするやついないでしょ、なかなか。お願いします。5つ、あー、1個かー。まあまあ、その1個にめちゃめちゃ込められてると思う。で、進んでいって、さあ進んでいきます。お願いします。せーの、はい、せーの、え、違う、え、これ違う、え、これ星2だよ、星3だよね。星3、あ、星3だね。オッケー。で、あ、待って、来ました。
キップしちゃったのか、今回のイベントのやつか、今回のやつら、うわー、マジか、やられた。スキップします。いやー、違うの、違えの。待って、これもうやらよ、感しかしない。もう神引きなんだけど違うの。俺はエナナンが大好きだから、エナナンなんですよ。はい、40連目引いていきましょうか。あー、やばい、お願いお願い、本当に今のところ神引きしてるから、このままお願い、全コンプする、全コンプ。あれあれ、これ来たんじゃない、これ来たんじゃない、え、来てるよね、やっぱり、やっぱり来てるよね、来てるよね、来てるよね、これやっぱりさ、虹だったもんね。行くよ、お願い、エナナ、この角度選ぶの、エナナ、来る来る、ラストだっけ、どっちだっけ、どっち回りだっけ、ラストだ、これおそらくラストです。違う、違うよ、これは違う。待って、これ、なんか嫌な予感する、もう本当になんかやばいもん。何これ、みのりちゃんは今回のじゃないね、みのりちゃんパラダイスしてるね、スーパーパラダイスです。はい、ということで今回エネルギッシュユニフォームオリジナルということで、いやー待って、りんちゃんの表情とみのりちゃんの表情全く同じなんだけど。さあ、ちょっとお水飲んできました。落ち着いてから引いていきましょうか。いやー、50連目か。まあ100連以内に来たら俺的には最高かなと思います。いきましょうか。いや、ガチャ動画長くなるけど、まあそうだよね。いや、ここで確定演出を見たい、本当にお願いお願い、本当にお願い、お願いします、本当にお願い、マジで俺祈ってるから。この声のトーンわかる、来ないよね、ミクちゃんは。そうやって俺をいじめようとするの。え？え？え？これ 4？ あ、3だね。でもいいイラストだね。ザリガニかわいい。お願い。本当に。一旦戻った方がいいとかないかな。いや、もう引きます。もうなんかね、虹が来る気がしない。あとの50連。お願い。これやれ。ほらー。泣きそう。やばい、泣きそう、普通に。やばい、泣きそうなんだけど。これもう、やばいよ、これね。絶対ダメだもん、これ。もう、ミクちゃん。ほら、エナナ。ルカちゃんに紛れて、ミズキちゃんもいる。髪色似てるからっつって、一緒にいる。お願い。いや、これ一旦戻ります。一旦戻ります。一旦戻って、エナナいるから、これ完璧だ。で、これ、このまま引いて、いきます。お願い。お願い。エナナ、お願い。お願い、お願い、本当にお願い、本当にこのお願い、以上、20。え、今回やばい、今回やばいぞ、これ。もう速攻いきます。めっちゃスマートなね、大人な感じをちょっと見せていきつつ、こうなんていうの、落ち着いた感じでね、こうやっていきたいと思います。今回落ち着、待って、2つあるね、2つありますね。冷静に解説していくっていうことも大事かと思いますんで、今回そういう冷静キャラでいきたいと思います。はい、今回のガチャは冷静キャラです。はい、やっていきましょうか。マフィーちゃんね、マフィーちゃんですね。こちらローバーの格好してますね。はい、メイコですね。メイコもこのね、スタイルすごい好きですね。このイラストといい、結構認められるまで描けばいいじゃない。違います。一瞬ちょっとやばかったけど、やばかった、危なかった、俺の心臓が。いや、ほんと来て、お願いお願いお願いします。落ち着いた感じで、落ち着いた、落ち着いた人にエナナン来るからお願いします。ゆったりとね、こういうゆったりとした感じの俺を見せていきつつ頑張ります。今来てください。1、2、3。あー、かられちゃうわ、嬉しいよ、かられちゃうわ、嬉しいよ。みんな、俺かられちゃ好きなんすよ、めっちゃ好きだから嬉しい。やばい、喜んじゃった。でも普通に嬉しいよ、もう。神引き、神引きです、皆さん。これは俺神引きしてるんですけど、エナなんか来てないの。マジでこれやばいわ。完璧な引きよ、今のところ。何も文句がつけがたい引きなんですけど、エナなんか来ないの。これね、神イラストじゃないですか。これ一回戻る戦法ありかもしんない。もう一回戻ります。エナナを見てからガチャに戻ります。この戦法結構いいかもしれない。で、たまには単発ガチャ引くっていうのもね、なんかいいみたいに聞いたから、ちょっと単発ガチャ引いていい？ああ、まあ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 、これね、青色ですね。このまま青色 LD 来て、もう全然違う、サキちゃん。いやー、もう12分経ってるよ俺。もう12分経っちゃってる。お願いお願い、俺貯めてきたの頑張って。エナナンが
まあそうだよね。いやまあ来ないのか普通なのよ、あんだけ来てんだもん。高望みしすぎかもしれないけど、でもやっぱ推しってあるじゃんみんな。推しが来ないとやっぱり終われないんです、こちら側としてはね。スキップしますよ。はい、ありがとうございます。何が、まあこの辺は多分来ないと思うんで、まあちょくちょく引いていきましょうかね。ママ。さあみくちゃん、今度こそは今度こそはエナナン茶髪のエナナ、お願い本当に。ツインテール、みくちゃんもツインテールじゃん、同じ仲間なの。お願い、2番目か3番目に来ます、おそらくこの後のエナナの可愛いボイスを聞かせてください、お願いします。はい、あ、まだですね、次です、嘘つけました、ごめんなさい皆さん、お願いします。はい、なんで今ので掴めないわけ、一瞬緑茶かと、これちょっと待って、まだわからない、まだあの進化前のイラストで見てないから、ちょっと待って、エラ、待って、まだわからない、ちょっと一旦進化させます、あ、待って、ちょっと足りない、助けてちょっと足りないんだけど、待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと足りないんです、買ってきますね。いやもうこのね、あのアーム弱すぎって書いてある時点でもう確実にそうだと思うんだけど、でも一応見るよ、一応ね、あの念のため、待った、ちゃにゃんにゃんにゃん、いけま、え、待って、これ特訓しますよ、特訓テーターしてますよ、いけますよ、ブロッコリーの覚醒お願いします。待って、みのりちゃんかと思ったのガチで、だってみのりちゃんから始まったもんイラストか、いやー何今の声もうやばすぎやね、もう喉枯れてるしさ、もう喉めっちゃ枯れてるしさ、何今の声、初めて幽霊見た時みたいな。ありがとうございました、エナナン来ました皆さん、ありがとうございました、本当にここまであのお付き合いいただき本当ありがとうございました。最後はエナナンの、特訓ボイスを聞いて終わりましょうか。ですね、90年目で来てくれたのかな結局で、特訓いい感じかもっていうところまで一旦もう全部あげますもん、もう全部あげるわ、エナナンはアーム弱すぎのエナナン、いきますよ、消費して OK 押します。はい、よし、いい感じかも、イエーイ、感じすぎます。あの今で動画終わりだったんですけど、あのちょっと後から見返してみてですね、あのやばい事件が起きまして、でなんとあの今回、5人こうやってねピックアップキャラがいるんですけど、俺なんとやばいことにこれ全員引いてます、91連で全員引いてます、これえぐい91連で全引きはちょっとね、多分これ怒られます、皆さんこれ多分怒られるんで、怒られますいやでもさ、あの最終的に最後に来たキャラクターがエナナンなのよ、この引きも半端ないと思うんだけど、まず全キャラ引いてんのがエグすぎるだってさ、このフェスのキャラクターたちってさ、特にそのこのキャラクターたちがあの確率上がってるわけじゃないじゃん、最初に説明したけど、だからガチで普通に 0.4% 全員引いたの、被りなしで、もうやばすぎあ、ということで本当の終わりです。神引きもう一番てか YouTube でさ、こんなに神引きしてる人多分いないんじゃないかなってぐらい、だって91連でさ5人そのピックアップかけててコンプしてる人俺見たことないんだけど、これいるかな他に、これ多分プロセカ史上最強にやばい引きしたと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。エナなんでめちゃめちゃ発狂しました。ありがとうございました。